どうもアリスキテラです。今回もセブンナイツ2やっていきたいと思います。で、今回はデイリーミッションにも含まれてる、シングルの8人レイドをやっていきたいと思います。それでは行ってみたいと思います。あ、ちょっと待ってよ。チーム編成は前回の動画で運よくルディをゲットして、ルディも育ったので、陣形はどうしようかな。陣形、現在のモードは陣形は使用できないらしいです。これは2段階目は戦力差があるので1段階目をやってみたいと思います。じゃあスタートします。サレオス、まだ8人レイドの動画上げてなかったのでお見せしておきたいと思います。ちょっと最初、これ 2回目ぐらいなんですけど、最初見たときは結構びっくりしましたね。敵の大きさに。まあ、やってる方は知ってると思うんで、まだやられてない方にお見せしたいなと。めちゃくちゃでかくて見えない。もう視覚をどうやっていいのかがわからないこのゲーム。1回目はもう だいぶ苦労したんですけども、だいぶキャラも育ってきたので結構余裕で勝てそうですね。うわ、なんかよくわかんないけど範囲攻撃食らった。ということで、討伐完了。これ選ぶ意味あるのかな？シングルだから関係ない気がするんですけど。雪が一番ダメージを出してるんですね。出る。またレベルが、キャラのレベル上がったら、もうちょっと強いところに行きたいんですけど、なかなかこのゲームレベル上げがきつくて、戦闘力なかなか上がらないですね。で、あと報酬の方で、ペット召喚券と装備召喚券もらったので、そっちを軽く回して終わりたいと思います。で、装備召喚からいきます。伝説、この辺まだほとんど引いてないんで演出が全く分かんない。これはどうなの、何なのこれ、外れ？青いから外れなのかな。
黒魔術師の杖。あ、チケットあと4枚あるんで、あと4回行きます。もう一度。演出はなんか変わっ、わ、これいいんじゃないの？一番下のレアじゃないな、これ。ただこれ赤くないから伝説ではないか。なんだろう、わかんないな。輝く、シュモン賞のガントレット。うん。なんかこれ、そんな強くなさそうだな、レア度的には。もう一度。あと3回。もうキャラガチャが精一杯で、こっちの装備とかにはガチャ回す、ルビーを回す余裕が。これ青だから、まあゴミなんでしょうね、これ。あー、超ゴミだな、これ。レア度一番低いやつじゃないかな。あと2回いきまーす。伝説とか見たいな。ここでもう演出が、あー、これダメですね。昇格はないんだよね、このゲーム。見たことない。あ、超ゴミ。じゃあラスト。赤くないから伝説とかではないのかな？侵略者のガントレット。まあよくわかんないな、これ。じゃああとペット召喚の方もチケットもらったので引きたいと思います。ペット召喚 GO。これもなんかよく演出がわからない。いいのかどう。どうこれ。あ、なんか青いからダメかなこれ。あ、これダメっぽいな。アイスゴブリン。チケット1枚だけだった。まあ、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。また何かありましたら動画上げたいと思いますので、よかったらチャンネル登録お願いします。それでは、失礼します。